ノイジー、早速帰国してしまう。阪神のシェルドンノイジー外野手が6日、米国に帰国した。チームが38年ぶりの日本一に輝いた5日の日本シリーズ第7戦では、宮城から決勝弾となる先制スリーラン。4日の第6戦で山本から放ったソロに続く2試合連続本塁打の活躍で、日本シリーズの優秀選手にも選ばれた。左翼で日本一のウィニングボールも補給し、ポケットの中に。試合後の記者会見では、岡田監督が記念球についてどこに行ったかわからないですと苦笑いした。同席したノイジーが所持していることを認めると、多分アメリカに帰る前に持ってくると思いますと催促していたが、その後はまた来季去就は未定だが、来年も帰ってこれたらと思う、本当にこの1年楽しかったと感謝を胸に母国へ帰った。頼むから延長してくれよな。巨人とかフォックスの強奪あるわ。ノイジーは地味だけどナイスガイ、いつも真面目で控えめな態度でしか、内面はかなりのファイター。阪神連覇には絶対欠かせないピース。チケットとしては物足りないのは確かだが、意外性が飛び抜けているし、守備力にはチームが何度も助けられたことも事実。第6戦7戦のノイジーはまさに神様バスが乗り移ったかのような活躍ぶりだった。ここ最近のタイガースに入団した外国人で、野手としての守備での貢献度はダントツ。来季オーバーする可能性あるよ。高学年ボーダネックか。日本の野球を経験するとメジャーに復帰して活躍する選手も多いのは過去の結果で証明されていますから、慎重に判断は必要かも。フライを補給するとき必ず塁上のランナーを見てる。守備に何割の外国人選手が多い中、貴重な戦力。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。